1. 棺桶に拘束 2. 墓石で埋葬 3. 3カウント開始 3カウント以内に棺桶から脱出できなければ私はその病にかかり死ぬ。 あと2回も食らえばいつもの動きができなくなる。 その状態でゲトー君と戦いたくはないな。 ウィウィに移し 私が自由に動く時間を稼ぐしかない。 だがウィウィは墓石攻撃を一度でも食らえば死ぬ。 ウィウィ? 私のために死んでくれるかい? いいのですか? 姉様のために死んでも。 私がただの荷物持ちであの子を連れているとでも? それは命を懸けた縛り。ですよね、姉様!